おはようございます。1月25日までこちらのサブチャンネルで隠居 TV をお送りします。朝のライブ放送もこちらですね。で、このチャンネルはあんまり多くの方が知ってるわけではないんで、もしかしたら誰も来ないまま放送が終わるかもしれません。まあでもね、継続が力なり。もともと私も0人から視聴者さん始めましたんでね。もうこうやって放送できるだけでも十分でございます。で、今日のテーマは、サラリーマンは株で稼げという話題なんですけども、実はね、これライブ放送で1月25日の夜9時から週刊中年ジャンプのストーンさんをお招きして対談をしてみたいなと思ってるんですよね。で、詳しくはそこで、お話ししたいんですけども、実は昨日もですね、霊と潜在意識というテーマで、ズーム対談の方があったんですね。で、そちらの方でね、私思い出したことがあって、守護霊さんっていう話になったんですよ。守護霊さんといえばそうだなぁと。私にもね、守護霊さんがいるよっていうふうに、徳の高い霊能者の方に鑑定を受けたことがあるんですよ。ちょっとまとまった金額必要だったんですけども、きちんとお寺をされてる方でね。で、霊視をしますよっていうことで、お願いしたことがあったんですね。まあそうすると、守護霊さんって普通、強い戦国武将の方とかね、それからなんか豪族とか貴族みたいな力のある権力のある方が、自分の子孫を守るためにこうやってついてきてくれてるって思うじゃないですか。私もそういうふうに思ってたんで、こうね、期待してね、話を聞いたんですよ。そしたらなんとですね、まあ、久保さんの先祖はずっと農民ですね、と。しかも小作人で、とてもじゃないけど、金持ちじゃないし、体力もないし、なんか貧乏子だくさんを絵に描いたような家系でした。っていうふうに言われたんですよ。で、確かに私の両親とも遡っていってもね、ずっと農民なんですよ。まあ、ですんで、子孫を守るような守護霊にはならないだろうなと思ってたんですけども、その中でね、私についてる守護霊さんの一人は、なんか天明の飢饉か天保の飢饉かわかんないんですけども、とにかくね、大飢饉が日本中を襲った時に、もう飢え死んだ家系の末裔がいるって言うんですよ。で、その一人が私の守護霊さんになっていって、特に力はないけども、その守護霊さんがね、飢え死んだ後、自分たちの子々孫々にわたるまで、本当にこうやって恵まれない家系なんだろうか、うちはっていうので気になって、この昭和の世の中に降臨してね、私の後ろについてくださったみたいなんですよ。だから基本的に何の力もないっていうふうに、霊能力の先生にはね、言われましたね。あ、守護霊さんって、まさにその圧倒的な力で自分を守護してくれるわけではないんだと。なんかね、自分には力がないけど、お前頑張れよみたいな感じで、その自己責任を期待して、たまに見に来てくださってるそうなんですよ。で、そうなってくると、守護霊っていうこの守護は何なんだろうなと思ったんですけど、まあでもね、まあ、そういうことがはっきり分かったときに、あ、なるほどと。じゃあ、守護霊さんの力を、期待したり依存したりするわけではなくて、私の場合は自己責任で、やっぱり自分の力でやっていけばいいんだなっていうふうに感じたんでね、今に至るのかなと思いますけどね。まあ、あんまり甘い話はないなってとこですね。で、もう一人なんですけども、もう一人は明治以降に生まれた私の割とね、近しいご先祖様が、こう、後ろにいてくださって、これは守護霊さんなのか背後霊なのかわかんないけども、後ろにいらっしゃって、その二人がね、主に一番私に関わってきてくださってよってことだったんですよ。で、もう一人の守護霊さんは、商売をね、されていたことがあって、まあ、それにしても、広げた商売っていうのは全部借金まみれで畳んで、一家離散にまで追い込まれたらしいんですよ。で、実際私の母っていうのは、生まれた時は裕福だったんだけども、途中商売でね、首が回んなくなって、電波って全部売っ払って、で、一家離散状態で、貧乏長屋に引っ越したらしいんですよ。だからうちの母はね、小学校の時に、そういうふうに貧乏になっちゃってね、それまで生まれてこの方、お手伝いさんもいるようなお屋敷にお住まいだったらしいんですよ。それこそ私の母の、おばあちゃんっていうのは、もうお姫様でね、なんですか、みこしに乗って嫁に来たっていうふうに覚えてるそうなんですよね。ですごくお金持ちだったって。私もその元実家に行ったことがあったんですけども、すでに当然ですけども人の手に渡っていて、ただそこには本当にお屋敷があったんだなっていうことをね、伺い知るばかりだったんですけどね。なんか複雑なものがありましたね。生まれた時の家は他の人が住んでいて、自分はね、南京虫が出る貧乏長屋に、野菜家財全部ない状態で引っ越したみたいなね。まあどちらにしても商売の才覚も、なんかあんまりなかったというね、そういう守護霊さんと、貧乏すぎて飢え死んでしまった守護霊さんのこの2人が私の後ろについてるということなんで、なんかもうちょっといいこと言ってくれよと思ったんですけどね。まあしょうがないですね。守護霊さん、それでも本当に私の守護霊さんなんでありがとうございますっていう形でございます。はい、で、株の話に持っていきたいんですけども、株の話はね、サラリーマンの方は株をやれってことだったんですけども、株式って私はやったことないんですけども、細かく売買を繰り返すような FX と違ってね、やっぱり一発買っておいたらずっと配当とかを受け取りながら株価自体のキャピタルゲームを狙うっていうのは二段構えなんでしょうね。で、サラリーマンさんっていうのは通常株式会社に勤めてますんで、まあ、株とも縁が薄いわけではないと。そういう意味も込めて時間もかからずに一定の信用力のある日本の株式で利益を出すことを進めてくれてるのかなと思いますね。詳細は25日の、21時からまたズームライブ対談の方させていただきますので、そちらの方でご一緒させていただければと思っております。それではサブチャンネルからお送りしました隠居 TV サブ放送。本日は以上のような形でございます。どうもありがとう。あ、清美さんがいらっしゃった。いやー、お一人でも来てくださってよかったです。清美さんおはようございます。昨日は本当にありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。清美さん。サブチャンネルからのね、ライブ放送なんで、もうどなたもいらっしゃらないなと思いながら、清美さんは来てくださいました。ありがとうございます。今日のね、ライブ放送のテーマですけども、昨日の清美さんとの対談をちょっと思い出しながら、昔に私、鑑定されたことがあってね、鑑定お願いしたことがあって、私の先祖は守護霊になってるんですけども、2人とも何の力もないから、自己責任を求める守護霊って、そんなのありかよみたいなね。守護霊さんってなんか力のある人が守ってくれそうな気がするじゃないですか。私の場合は、守護霊さんはただね、見に来てるだけで、いや、自分の時は何もできなかったけども、お前頑張れよみたいなね。そんな心でエールを送ってくださってる。まあ、それだけでもね、ありがたいんですけどね。確かに日本人のほとんどの先祖は、小作人であり、使われ農民ですから、とてもじゃないけどもね、大きな力を持っていたりはしないんだろうなと、うすうす思ってましたけども、はっきり言われるとね、なんかちょっと辛いもんがあるなというところと、昨日、清美さんとの対談でそれを思い出しちゃったんでね、ああ、なかなか面白いなと思いましたね。守護霊さんみんなが力があるわけじゃないんだなと。うちの場合は力がないということで。まあでもね、そんな守護霊さんでも私の先祖ですから、なんかすごく愛おしいなと思っております。あ、よかった、一番だわって清美さん。一番のまんま、お一人で今日終わるような気がしますよ。放送はもうね、終了しますんでね。はい。ね、清美さん、本当、昨日はありがとうございました。サブチャンネルからお送りしました、速稼塾、隠居 TV ですけども、1月25日からはメインチャンネルに戻ります。メインチャンネルに戻った頃にね、忘れられてなければいいなと思ってるんですけどね。早朝からお疲れ様でございました。じゃあ、来週は、週刊中年ジャンプのストーンさんとのコラボレーションになっております。はい、でも、清美さんね、自己責任を求める守護霊さんなんて聞いたことあります？なんかね、私はね、そういうもんなのかなと思っていましたけども、昨日の対談を通じて、いや、守護霊さんもうちょっと頑張ってくれよと、何の守護なんだよと思っちゃいましたよね。まあけど、健康で元気にいられることがもしかしたら、ご先祖様の、遺産なのかもしれないですね。はい、清美さん。先生には守護霊様よりも周りに応援団がたくさんいますから。それは本当にありがたいことですよね。お亡くなりになった方よりも、今生きてらっしゃる方の方が、ダイレクトに私のね、励み足になり、力になってくださってるのかなと思います。でも、私たちはね、こう思っちゃうんですよ。人間は、命をなくして、死んでからの方が、もしかしたら生きてる時以上に、万能なんではないかなと、錯覚するんですけども、それは、どうなんですかね。なんかね、肉体を捨て去ったら自由に空間や時間を行き来できるような気がして、それはそれですごい自由を手にしてるんじゃないかなと思うんですけども、なんか私たちはやっぱり精神を肉体によって閉じ込められているんですかね。精神の解放ってのはね、なかなか難しいのかなと思いますけどもね。特に精神を病んでしまうっていう状態が、なんか起きてると思うんですよ。でも逆に同じこの環境に住んでいても、毎日ハッピーを感じる人もいるし、いいものを見て生きるのか、悪いものを見て生きるのかによってもだいぶ変わるかなと。特に私はもう見てないんですけども、テレビっていうのは基本的に、楽しい情報っていうのはないんですよね。テレビっていうのは。だから誰かがひどい目に遭いました。こんな悲惨なことがありました。物を取られました。火事で焼けましたっていう風な、なんか寒々しい状況を知らせるものばかりでね。で、楽しいものっていうのは、ドラマとか作られたもの、アニメーションとか、そういうのはテレビ見て楽しいんですけども、実際の現実、なんかね、近所で子供が、子犬が生まれましたとかね。ああいったいい情報ってなんでテレビから流れてこないんでしょうね。まあそういうのもあって、私は、心を病む原因としてはテレビを見ちゃうからだと思うんですよ。最近の感染症もそうですけども、テレビを見なければ何も怯えることがないんですよね。どうなんですかね、この辺は。まあ知らないのも自己防衛なのかなと思いますし、知ることも自分を守ることなのかなと思いますし、その情報っていうのは受け取った人がどう扱うか、まさに情報ソムリエにならなければ、まあ、ひどい目になっちゃうのかなと思うんですよ。例えて言えば、キャベツがボーンとね、与えられてね。で、調理の上手な人は、そのキャベツでいろんな種類のメニュー提案をするんですけども、調理が苦手な人っていうのは、そのキャベツがね、腐ってるかどうかもわからずに、芯のところを食べてお腹を壊すみたいな。だからやっぱり私たちは、情報の呼吸法を整えておかなければならないのかなと。どんな情報を取り入れて、どんな情報をアウトプットしていくのか。で、多くの方は情報のアウトプットをしないんで、溜まったまんま出さない。だから不健康になるのかなと思うんですよね。だからなんていうのかな。自分が感じたことや受け取ったものっていうのは、アウトプットすることによって、どんどん自分から解放していく。肉体からどんどん精神を解放していくっていう運動を呼吸のように繰り返すことによって、なんかね、いわゆる精神を病んだりとかしなくなってくるのかなって気がするんですけど、どうなんですかね。楽しいこと、嬉しいことに関わらず、辛いことや苦しいことを分かっていただける人っていうのをそうやって見つけると、なんか一人じゃないな、孤独じゃないなと。自分の思いってのは自分だけが感じてるものじゃなくて、みんながその中で、頑張って生きてるんだなと。咀嚼してるんだなっていうふうに、共感することによる安心感っていうのはあるのかなと思っちゃうんですけどね。はい、清美さん。そうです。私も亡くなってからの魂の方が力があると思います。この世に来る意味は多くの体験によりたくさんの感情を得ることなんだと私は思います。ね、亡くなってからの方が魂に力があるとなると、なんで生まれてくるんでしょうね。みんななんか、死んだ方が力があるんだったら、なんか自殺する人が正解ってことにならないですかね。自殺をするとやっぱり良くないのかな。それともね、自殺ではないんだけども、不慮の事故とか戦争によって、何の罪もない人が、何の理由もなく命を奪われますけども、その後に安らぎっていうのはあるんでしょうか。広島は原子爆弾が落ちて15万人が一度に死んでしまって、今までに30万人ぐらいの人が、自分の責任とは全く関係ないところで亡くなってしまったんですけども、皆さんがね、ある意味成仏してくださればいいなと思うばかりでございます。ただ、肉体としての人生がね、そうやって無慈悲に、非合理的に不条理に奪われたときに、精神の自由とか幸せ、豊かさっていうのは、果たして感じれるのかなと思いながらね、なんか頭を巡らせる日々でございます。まあこういうことってのはね、思えば、キリがないですね。尽きないですよね。何が正解かもわからないまんま、ここまで過ごしてきましたけども、これからもわからない限り、もともと心開いて受け止めていきたいなと思いますね。わからないんだ、終わりじゃなくてね。分かった、終わりじゃなくて、さらに深めて、さらに深めて、繰り返し見つめ直していきたいなっていうところでございます。キムさん、いやいや、あちらではこの世のような感情を体験できないからではないでしょうか。なるほどね。まだ私はあのように行ったことがないんで、そこはわかんないですけども、そうかもしれないですね。なるほどね。まあ霊と潜在意識については、まあ、なんせね、私たちは、誰かから情報をもたらされるかどうかしかないんで、体験で知ることがほとんどできないですからね。お、相川さん、おはようございます。今日はすいません。こちらのチャンネルに来ていただきまして。もうね、昨日も遅くまでお疲れ様でございました。その上で、今日も朝早くからお越しいただきました。相川さん、今日はまたご出勤でしょうか、ここから。ね。相川さん、あれからいかがですか？相川さんとは、またね、頃合いを見て、対談の方もしていきたいと思いますし、何よりもね、相川さんの、ネットでの発信力を高めるための稼働部、しっかりとね、力をつけてもらいたいなと思いますので、もう、1月から始まった稼働部ですけども、もう1月もね、あと10日ぐらいしかないですからね、ちょっと力入れてやっていきましょう。お忙しい中だと思いますけども、とにかく自己表現をすることで、チャンスは広がりますんで。この前もね、岡江里子さん、やっぱりライブ放送をきっかけに、新しいご縁が広がったりとかね、特に仲良しを見つけたりとかっていうのがありますし、その清美さんもずっとね、お店をされていた、塾をされていた、いろんな体験とかね、貴重な経験をされていたんですけども、インターネット、そしてその YouTube、ズーム対談ってもの、即家塾ってものを手に入れたことによって、さらに、ご近所ではないけれども、遠方の愛情とかとつながることはできたんじゃないかなと思うんですよ。だからこれがね、奇跡なんじゃないかなと思うんですよ。で、おそらくね、私の先祖、飢饉で餓死した先祖、名前も当時はなかったみたいですけどもね、それから商売で失敗した、先祖も込みで、この時代、このテクノロジーに囲まれた時代なら、何かことをなせたんじゃないかなと思うんですよ。ですんでね、悪い時代に生まれたなというふうな無念の気持ちは、過去に生きた私の先祖はじめ、多くの皆さんのご先祖様にもあったんじゃないかなと。今この平成や令和の時代にね、生を受けていたら、なんて自由で戦争もなくて伸びやかな時代なんだと。もうこれだけで成功は約束されたようなもんじゃないかっていうふうに歓喜してね、日々を生きたと思うんですよ。でも私たちは今この時代に生まれて、苦しみばかりが目についちゃいますよね。自分の痛みに敏感になり、どちらかというと、人の痛みには鈍感になりつつあるのかなというところでございます。やっぱりね、私が思うのは、自分の痛みには多少鈍感になっても、人の痛みにはね、敏感になっていきたいなということなんですけどね。はい。相川さん、昨日はありがとうございましたと、清美さんから。はい。相川さんはね、出勤途中でございますね。またね、相川さんもメッセージをいただければと思いますよ。それから動画の量産もテーマを決めてやっていく。そのテーマがちょっとそぐわないなと思ったら進路変更してまた別のテーマで取り組んでいく。その繰り返しによって何が当たるかっていうのが分かってきますんでね。やっぱりこのインターネットで発信するっていうのは一つのお店を持つようなのとすごく似てるんですよ。で、私はお金の問題解決っていうチャンネルを隠居 TV という形でやってますけども、他にもね、健康のことについてお話ししたりとか、恋愛のことについてお話ししたりもすると思うんですよ。で、即家塾で皆さんにお伝えしているのは、お金、仕事、恋愛、健康、この4つのカテゴリーのうち、どれか1つで専門のチャンネルを作っていけば、そこにニーズは必ず掘り起こせるってことなんですよね。その中でも、例えば、お金の問題解決に絞ったとしますよね。健康でいきましょうか。健康っていう、問題に対して情報発信するとして、健康ってのは、じゃあ、病気の人が病気じゃない状態にするっていうのでフォーカスすることもありますし、特に体を壊してないんだけども、さらに健康になるために筋トレチャンネルをしますよとかね、健康グッズの紹介をしますよとか、で、何も買わずに自分の体を鍛える方法これやりますよとか、精神的にもっともっと幸せになる、楽になる方法を紹介しますよとかね。様々なジャンルに分かれるんで、その中の一つをやっていくっていうふうな専門チャンネルの掘り込み方っていうのがあると思うんですけどね。私最近ね、また、ダイエットの YouTube を見つけて見てるんですけども、ダイエットにもいろいろあるわけですよね。まさにね、ダンベルを買ったダイエットから、自重って言って自分の体重を使ってやるものからね、身の回りのものをこうやって使ってやる、ダイエット方法もあったりとか、それから食事を調整する方法とか、なるべく食べる量を減らさずに燃焼効果を上げるための運動があったりとか、それから座ったままでもできる運動っていうのがあるんですよ。例えばこの指をね、使ってやるものとか、なんかね、さっき聞いたのは3秒でできる36時間有効なダイエット方法っていうのを聞いたんですよ。YouTube で。それが何かっていうと、頭のおでこをね、3秒間叩くらしいんですよ。そうすると、脳の機能によってですね、36時間、食欲が減るそうなんですよ。だから、お腹空いたなと思ったら頭をトントントンって叩くと食欲が減るから、それを繰り返していったらどうかっていう風なね、専門チャンネルがあって、なかなか面白い切り口だなと思いましたね。これ3秒だったら誰でもできるじゃないですか。で、逆に言うと、これ3秒すらやらないんだったら、もうね、他のダイエットはもっとめんどくさいですから、やらなくなっちゃうんだなと思いますよね。つまりは、素直に聞くっていうのが大事だっていうことらしいですね。清水さん、私、叩きます。叩きます。なんだろう。叩きます。ここですか。叩きますよみたいなね。ここですかね。なんかね、さっきそういうのがあったの。3秒間叩くとかね。あとはね、お腹がむちゃくちゃ空いた時に運動すると食欲がなくなるっていう、その性質を使って、お腹が空いて、あ、もうなんかおやつ食べたいな、ご飯食べたいなっていう時に、30秒の運動をするそうなんですよ。その30秒の運動もものすごくね、簡単で、なんかこう、手をブル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 したりとかね、寝っ転がって足を同じようにブラ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 するみたいなのでもいいらしいんですよ。そうすると、食欲がしばらく紛れるそうなんですよね。そういった形で、本当は食べなくてもいいときに、習慣として食べるものを抑制するために、運動を盛り込んでいくみたいなね、軽い運動を盛り込んでいくっていうアイデアがあるみたいです。で、これもね、やっぱりこう、まさに体質とか体格によって人それぞれなんで、効かない人もいるよって言われてました。まあ、ケースバイケースってことですよね。昨日の対談の内容ではないですけども、その霊や潜在意識に対しても、万人共通のものってのはなかなかなくって、やっぱりそれぞれ分野が分かれるんですよね。だから A さんにはこういうケアが合ってますよ。B さんにはこういうケアは逆に害になってますよみたいなのがありますんで、よくよくカウンセリングをして、どんな方針でいくのかを担当の方と決めてですね。それやってみて、うまくいかないようだったら調整して別の路線を行くみたいなね。そう、進路変更をしながらゴールにたどり着くっていうところが大事だと思いますんで、よくね、例とかを扱っている方をすごく批判する方がいますけども、それは万人のものではないんで。だから、一人一人に合ったものを探しながら行くんで、一定期間は二人三脚で行った方がいいんじゃないかなっていうふうに私は理解してるんですけどね。まあ、学習塾でもね、同じですけども、いきなり一発目でね、学びやすいって思えるの少ないんですよ。こっちの学習塾行って、ちょっと馬合わないなとかね、こっちに行ってみたけどちょっと合わないな、こっちに行ったら、あ、ここはいいかもみたいな感じで、よりベターな方向をこう選んでいくために、お試しっていうのが、いくばくかるのは仕方がないかなというところなんですよ。ちなみに私の霊視をしてくださった霊能者の方はですね、お寺を構えていて結構ね、学のある方で、非常に修行もね、長い間されていた方なんですけども、だからこそ私にはね、正直に言ってくださったと思うんですけどね。久保さんの守護霊は力ないっすよ、みたいな。自分で頑張るにはいけん人ですよ。で、他の人にもそういうこと感じるんだけど、言いにくいと言ってました。守護霊ってのは、自分を守ってくれるもんだって多くの方が思ってるから、やっぱりね、精神力強くないと受け取りきれないから、そういうことは言わないようにしてる。でもそれは、真実を隠してることで、ちょっとね、せっかく霊視に来てもらったのに、あ、この人の守護霊のことについては本人さんに言えないな、みたいなのがずっとあったそうですよね。私はどちらかというと、すごくね、言いやすいタイプだったそうなんで、まあなかなかね、面白い霊視体験だったなと思いましたね。はい。じゃあ今日は以上にしておきましょうか。皆さんお疲れ様でございました。朝早くからありがとうございます。それでは今日は以上ですね。あとコメント書き途中でなければここで終わります。いってらっしゃい。よいしょ。今日は何か紹介するものないかな。何もないかな、特に。はい。一番しっくりいったのは、学習塾では家庭教師が良かったです。セラピーはいつも1対1。おー。家庭教師ね。学習塾では家庭教師。グッドですね。清水さんも様々なご経験をされてますんでね。また、ここから花開くものも多いんじゃないかなと思います。新しいインターネット、YouTube という世界の扉を開きましたんで、そこでの貴重な出会いですとかね、これから資産に変わるような体験が待ってるんじゃないかなと思います。それでは、ありがとうございました。